カスピ海沿岸のシェフチェンコに設置された BN-350。135ムーの電力と海水炭水化に使う水蒸気を発生していた。BN-350 はカザフスタンのアクタウ原子力発電所に設置されていたナトリウム冷却高速炉である。1964年から建設が始まり、1973年から発電を開始した。 アクタウシに1 3 5ムーの電力とカスピカイの水を、炭水化した12万トンの水を供給し、プルトニウムの生産も行っていた。BN-350 ワループ型のナトリウム冷却高速炉である。炉心を冷却した一時系ナトリウムから、格納容器外部にある中間熱交換器を用いて二次系ナトリウムに熱伝達し、さらに蒸気発生器で蒸気を発生させる。 冷却ループを持つ。蒸気発生器で発生させた蒸気は、蒸気加熱器で消温してから発電用蒸気タービンに導かれる。蒸気加熱器の熱源として、蒸気発生器で熱伝達した二重系ナトリウムを用いることで、熱効率を改善している。蒸気タービンを回転させた蒸気は、複水器で水に戻されるが、一部は、海水炭水化設備に送られて、 海水を蒸発させるのに利用されていた。世界初の高速路実証路ということもあり、出力密度は4 3 5ットリットルと低く抑えられており、保守的な設計が取られている。BN-350 は1964年から建設が始まり、1972年11月には発臨海を達成し、1973年7月から、 発電を開始した。しかし、蒸気発生期での漏洩事故のため1973年から1975年にかけて修理のため停止された。その後は1976年3月から熱出力6 5 0ット7 5 0ットで運転された。BN-350 の設計寿命は20年とされており、1993年7月に 寿命を迎えることから、1992年から現行の安全基準に合致するかの検討が行われた。1993年から寿命延長対策が施され、1995年3月から運転を停止して大規模な改造を行い、1996年1月に運転を再開した。1998年3月には再び運転を停止し、 以下の2点について検討が行われた。運転継続のための安全対策使用済み燃料の管理結局、政府は1999年4月に BN-350 を廃炉にすることを決定し、IAEA、e、との協定に基づいて、同年5月には廃炉に関する国際ワークショップを開催した。その後、BN-350 の廃炉は、 国際共同プロジェクトとして進められることとなった。使用済み燃料については、リスクの大きいプールによる湿式貯蔵法を止め、燃料及びブランケットをなるべく早く自ら隔離すべきであるとされた。このため、燃料を不活性ガスとともに、キャニスターに密封格納したものをプールに貯蔵する反感式貯蔵法に改めることになり、百九十八年十二月から、 燃料の密封格納が始められた。1971年以降、15回のナトリウム漏れ事故を起こしている。また、1996年1月17日には、運転員が誤って二次冷却剤ポンプのスイッチを切り、出力が4 2 0ットから3 0 0ットに、自動低下した後14時間後に4 2 0ットに復帰する事象が起きた。 さらにわずか5日後の同年に1月22日には、給水配管の損傷により蒸気発生機室内での蒸気漏れが検出された。どちらも安全機能が全て機能したこと、放射能漏れもなかったことから、INES レベル0と判定された。ありがとうございます。